でいいの？え、マジ？マジか。え、車で下っていいの？はい。というわけで、はい、並んでください。これなんでこんなところにデノマルクいるの？なんでだろう？どこ？ウサギ。ウサギ。ウサギ。はい。というわけで、はい、じゃあみんな揃ったんでね、ちょっと今日何も知らずに集まってもらってるんですが、今日はですね、もうすぐハロウィンということで、レノ丸衣装を作り隊の皆さんが衣装を作ってくれました。めちゃめちゃ棒読み、もっともっとちゃんと読んで。はい、というわけで、何の衣装でしょうか。ヒントはライオンが出てくる物語です。何の物語か分かりますか？え、森さんどうぞ。はい、ライオンクイーン。オズの魔法使いです。ライオンキングではありませんでした、すいません。サンシャイン。衣装を皆さんに今から着ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今からです。いつもの光景や。いつもの光景や。さあ赤、慣れとるわ。さあ赤ちゃんに、赤ちゃんに対して、ね、そう、赤ちゃんに対して一緒。そんな感じで絡んでる。言うとかのマルクどうするもん。できないって試合の落ちたりや。今から来まーす。聞けよお前。話聞けよお前。今からコスプレや言うてんねん。みんな嘘でしょ。みんなでて今来んの全員。はい、では行ってみよう。大役を発表したいと思います。まずはレノ丸さん。レノ丸さんは勇気が欲しいライオン役です。なのでハロウィンなのに衣装はありません。次は竹岡選手。竹岡選手はハートが欲しいブリキのキコリ役。え、それ誰？つけてるね。マジガチの。何したんだよ。これ見て、ガチガチ衣装やん。次。だから。ガチ。ナイスだ。高井選手。高井選手は脳みそが欲しいカカシ役でございますので。よっしゃ。いや、光なのこれ。はい。よっしゃ。これどんなんですか。これ。でかいこれは。ちょっと覗いてみてください。よっしゃ。よっしゃ。パウロさんと森さんはドロシー役。なんとダブルキャストということになってますね。俺コータと一緒ですか。森もう嫌です。コータと一緒も。森ドロシーと田中。ちゃんとありがとうございます。ありがとうございます。田中ドロシー純一にはこちらの衣装を用意してます。はい、じゃあちょっと待って、着替えてみましょう。やーカズマなら全然着替えてください。ちょっと待って。嘘。あまり気になっそう。いいねってこれ。え、マジっすか。ドロシーってあれ、あの女の子。女の子。なるほど。さん一番楽じゃないですか。一番楽。赤ずきんちゃんみたいな感じ。すごいが嫌。ああ一番いいよ。一番良くないそれ。いい子はね。え、これ下これ下に切るの？違う、だからさっき切った後にこれ。そういうこと？もう仕切ってや。今仕切って。その状態で来て。その状態で。まだ分からへんけ俺。じゃあ一回やろ。
いるいる。可愛い。パーコン、あ、そうそう、うまくない？パーコン。あ、可愛い。一番いいんじゃない？何それ一番一番いい行動？なんかけてんな。お前主役いな、あ、主役か、お前。どういうことですかこれは。これ何これ、これどういうことですかこれは、うん、なんでこれ2人いるの。一人でやるの、うん、一緒だよキャラ、一人でいいし、なんでコータと一緒やるの、うん、なんかめちゃめちゃラックな格好やし、めちゃめちゃでかいラックで俺ら、うん、これ落としに行ってるっすか俺らで。多分ね落としに行ってんなこれ、絶対に写真撮影しましょう。いいですか。可愛い。ちゃんとこうやってここが。しゃがみしゃがみ。そう。富田もう34なんすよ。ほんまだ。こっち一時のパパやね。こっちパパやね。なんてことを。めっちゃ飛んじゃう。めっちゃ飛んじゃう。本当に飛んだっしょ。大丈夫。あと、うん、ちょっと一人ずつ撮ります。これ。来てこい言うたかも。用意いますわほんま。確かにそういうことか。だからスウェットまで指定されてるから。そうなの、ね。この服着てきてって。何ちょっとサッカー選手っぽくお願いします。この格好でサッカー選手っぽく無理でしょ。ありがとうございます。何これ、俺もこれしかないよ。すいません、何だそれ。いやいや、最初写真なんだよ。じゃあ俺やん。どれや、2人から1人。お前引きずり方、お前。かわいそう。ヘッドみたいな。あ、そうそう、すごいね。ほんまにめっちゃおめえ。二人の方撮影慣れしてるわ。ちょ、もう長くなるからちゃんとやれや。オッケー、撮れた。カメラを見るんだよ、カメラを見る。じゃあ、一人ずつ行こう。じゃあこれは慣れてるわ。家でやってみようかな。家でやってたら終わり。いっそちゃんと来て、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 何。いいや、いいや、いいよ、いいよ。それはあかん、それはあかん。それはあかん。わかりにくいな、ハント。入れて、はい。もっと手、この方がいいね、氷の方がいいよ。あ、手、人差し指だけじゃない方がいい。全部使って、全部使って。そうそうそう。ああ、ちゃんと見えるように、カメラに見えるように、カメラに見えるように。なんで、どうしたの？あ、それなんなの？はい、というわけで。確かに。それでは、キーワードをお願いします。ミラスタの魔法使い。縁ですか、それで。スタジアムでお待ちしてます。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。